はい、今日はね、公式 YouTube の方で9800万ダウンロード記念のセレクトボックスの情報が出てきましたので、その評価の方していきたいと思います。で、僕の結論としては、ジョー&鏡とユキエル、雪のジョーエルさ、この2体は引きだと思ったので、なんでそうなったかっていうのを含めて、よかったら最後まで見てってください。で、ラインナップなんですけど、ジョー&鏡、アリエル&フランダ、ペアツム2体が入ってますね。で、雪のジョーエルさ、死者の国の神ハデス、アクラツナ、ボーグ、ハートの女王、蒸気船ピート、キュートアナ、ソックス、大将ミッキー、カジモード、エレナ、ペリウィンクルの12種類。まあ曲付きと着せ替えツムも入って、まあ珍しいっちゃ珍しいようなラインナップだと思います。はい、でも早速評価の方行くんですが、スコア面に関しては特に強いのがいないですね。まあスコア面っていうと、もうシンデレラとかそこら辺が圧倒的なので、そんなに評価になるわけではないんですけど、まあ一応この中で行くと、大将ミッキーが、これがまあ5000万以上は取れたりするような、性能を持ってます。僕が7800万とか8000万とか、まあ、取れてる人は1億とか取れてますけど、まあ、一応この中、12種類の中では一番点数取れますね。まあ、タイムボムが狙えるので。まあ、そこは置いといて、一番大事なのはコイン稼ぎ性能ですね。で、まあ、これが、結論で言ったジョーンダ鏡とユキエルが強いです。まあ、ユキエルに関してはもうスキル4以上で強くて、もうスキル6、まあ、5とか6でトップ5クレには入ってきますね。まあ、ナミネ、シーバズ、ガストン。その次に、まあ、ローズか、ユキエルか、ジェダイルークがってところなので、もうそこまで来ますね、ユキエルの強さ。めちゃくちゃおすすめです。で、僕の中ではスキルチケットの優先度高めですね。今言った、シーバズ、キャプテンライトイヤーだったり、ナミネだったり、ガストン。あ、まあ、ガストンは最優先ではないけど、最優先はもうナミネとシーバズ。ここ2体が最優先。ここと、この2体。が最優先で、その次に優先ってなると、まあ、ローズだったり、ユキエルだったり、ジェダイルーク、ここ3体くらいになってくるので、もうそれくらい高いです、優先度。で、あと、ジョンと鏡。まあ、こっちは、まあ、コイン稼ぎ性能ユキエルよりはちょっと劣るんですけど、このツムの強みとしては、どのスキルレベルでも強いってところなので、ユキエルはま、スキル4以上から強いんですけど、ジョンと鏡はだいたいスキル1、から強いので、まあ、1、2、3だと、ジャンダ鏡の方が強いですね。下に効率の方出してますけど、まあ、これちょっと順位275ずれてますけど、まあ、そこはあんま関係ないね。一応、スキル6、ユキエルが一般当たり3300。3000超えたら超強いからね。で、スキル5のユキエルも3000超えてる。で、ジョンダ鏡が2500。で、一応比較用として、今回の新ツムのマリウスも入れてあります。マリウス、昨日だっけ、一昨日だっけ、測ったら2300でしたね、1分あたり。平均が7200枚。で、スキル4のユキエルが2100。これもっと上がると思います。これ、だいぶ昔にやって、iPhone 6 とかで検証してるので、今の11 Pro とか12とかで、もう慣れてる状況でやったら、多分2300、2400、500くらいまで上がると思って、出ます。で、ジョアンと鏡のスキル4が2000ぐらいという感じですね。で、個人的におすすめは、まあ、ジョアンと鏡よりもユキエルの方がいいと思ってます。まあ、スキルレベル上げたらコイン稼ぎ性能ユキエルの方が上ですし、あとは使いやすさ的にもユキエルかな。ジョアンと鏡ってね、結構盤面に左右されすぎちゃうので、マイツムがいないとそもそも繋げない。っていうところがあるから、まあそれ後でちょっとプレイしながら言ってくんですけど、まあその点にしてもユキエルの方が、まあどのツム繋いでも凍らせられるので、まあユキエルの方が使いやすい。かつ、コイン稼ぎ性能が高いので、おすすめはユキエルですね。で、ここもあると思うんですけど、新ツムと、今回のツイステのツムと、9800万のセレボ、どっちがいいのかって話なんですけど、これでいくとセレボの方がいいですね。まあ、コイン稼ぎ性能ももちろん、まあ、期間のことも考えると、この9800万記念のセレボは、だいたい2日3日くらいの期間でしかないので、このマレウスとかツイステのツムに関しては、9月中だったらいつでもゲットできるので、まあ、その期間考えても、まあ、セレボを優先にした方がいいと思います。ね、他のツムの1分効率ともちょっと比較するんですけど、まあ、ナミネシーバズガストンが1分あたり4000超えて、もう飛び抜けて強い。で、その次に、まあ、ローズ、ユキエル、ジェダイ、まあ、アナキンとか入ってくるので、
もうユキエルが本当に強いんだよね。僕はめちゃくちゃおすすめしています。まあおすすめの理由としてもう一個あって、さっき書くの忘れちゃったんですけど、スキル5と6の性能差ってあんまりないんだよね。まあこれ見るとちょっと性能差あるように見えるんですけど、まあスキル5で効果時間 5.5 秒だったっけな、あ、間に合ってしまえばやってることは一緒なので、そんなに6にしたからってめっちゃ変わるってわけじゃないので、まあ無理に6目指さなくてもいいっていう点がユキエルの良さですね。ガストンとかだとスキル5と6でめちゃくちゃ性能差変わるので6目指さないといけないとか、まあアナキンも必要積む2個下がるで、あとはまあシーバズもタップ回数1個変わるしとかあるんですけど、ユキエルに関してはまあ自分の反応スピードでなんとか賄えるので間に合ってしまえば5と6変わんない。そうすると、その5から6でスキルチケット20枚必要になるんですけど、そこを温存できるから、例えばもっと強いシーバズとナミネのためにスキルチケット温存しとくとかっていうこともできるので、その点でもおすすめなんだよね。5でいけば、まあ、ジェダイもシーバズもそんなに変わんないかなっていうね。ほら。スキル5のユキエル3000、スキル5のシーバズ3100とかやっぱ変わんないので、そこまでね、まあ人によってはめちゃくちゃ変わるかもしれないけど、スキル5でも十分強いってこと考えるとユキエルおすすめなんですよ。で、低スキルの方行くとユキエルはちょっと全然検証できてないんですけど、ジョアンダ鏡の方を見ると結構上の方にいるんですね。スキル1だとパイロットルーク、まあメイリンちょっと挟んじゃってるけど、まあその次でスキル2も上がってくるし、スキル3でもやっぱ強いし、まあ効果時間系他の強いというよりローズとかシーバズとかよりは全然稼げてるので、低スキルで見るとジョアンダ鏡の方がいいですね。はい、じゃあ最後はジョアンダ鏡とユキエルワンプレイずつやっていきます。54コインのジャイロなしでいきましょう。で、ジョアンダ鏡はね、マイツムがいないとちょっとどうしようもないので、正直使いにくい。僕はね。で、ここ消しのたまりの、ここでローバーに変化して、このローバーをつなぐと、周りを消してくれて大消去ができるんですけど、まあ、盤面にローバーいないとどうしようもないので、このツムは危ない。たまる。これは左から真ん中あたりに向かって。まあ、ちょっと離れていてもつながるので、まあ割かし消せるんだけどね、もう盤面に2、3体しかいなかったら何にもできないので、これは上行くか。今のところいい感じです。今のところ、はい、 OK で、ロー、あー、やぶねー、よかった、少しでも消す。で、いや、これは、いや、もう鏡先使っちゃおう。なんか怪しい、つながる範囲的に怪しいので一気に消しちゃう。で、つないでつないで、ローバー、危ねー。ほい、これは鏡使っちゃおう。後の方が時間に余裕できるんだけどね。はい、やべえ、全然いね。あー、たまんない。これもどう？盤面的に。いや、これは繋いでから行こう。崩して、あー、これ、いない。今の、ああいうね、もう何にもいない状況だと消せないから、消去ができない。はい。3回目。今のところまだ1万枚ペースだな。オッケー、よかったー。ほい。さあ、1、あー、いない。ここもいないね。全然上の方消えない。で、あーやばい、1万枚ペースから落ちてしまう。あー、これちょっと鏡使っちゃう。うん、フィーバーちょっと早めに入って、1回、2回、3回、ああ、4回行きたかったな。ああ、もう一回溜まる。1回、2回、これ3回やりーの、ああ、ちょーい、繋がれよ。あ、待って、
ここ、うわあ、ありがとう、タイムボム。2回、これ鏡ね、最速で打つとね、上の方ちょっと消去判定がないので、範囲判定かな。消えないんだよね。よし。あー、ギリギリ1万いきそうか。どうだ。もうワンフィーバー入れば、確実じゃないかな。いけたんじゃない？ 1 万は、あっぶね。1、2、いけたでしょう。で、さあ、上の方ちょっとつながって。あ、終わる。ギリギリ、でもあのタイムボムなかったら、1枚いってないでね。うん、ちょっとね、使いづらい。強いんだけどね。強いのよ。強いんだけど、使いづらさが目立っちゃうね。本当にうまいこともあれば1万3000とかね、いけたりするんですけど。で、低スキルからでもそんなにやること変わんないので、コイン補正が変わったりする。あと、毒リンゴの消去数かな。ゲージ、下のゲージが溜まって、毒リンゴのマーク、毒のマークで、中央消去してたと思うんですけど、あの範囲が変わったりしますね。じゃあ、ユキエル、いきますか。はい。じゃあ、もう一体ユキエルやっていきましょう。54コイン。で、1万枚はね、ちょっと、無理だと思う。最初のスキル発動のスピードが大事なので、ユキエルは、よっぽど早くないと無理。お、でもタイムボム？さあ何秒？ 56。ミスなきゃいけるかも。あー、ちょっときついかも、もう。2、はい、3回。こっちの方が断然使いやすいですね。はい、凍らせて。はい、凍らせて、の、はい。で、スキルがガンガン回るので。おい。これ、下消えてなかった。あー、これは真ん中行くか。ちょっと消去数少ないけど。だいたい2箇所。今3箇所やったけど。2箇所凍らせてパリーンをやっときゃなんとかなります。はい、1回。2回、3回、スキル溜まる。1回40消去くらい目指せるといいんだけどね。お。3800枚。やっぱスキル回るのはでかいね。2回、3回。うん、今27秒で5000枚。出ないもんね。49。はい。37。危ねー。今よく見えた、あのトップハットジーニー。右側、45。おっと。よし、勝負ね。凍らせたまんまでいいや。44。45。はい。7016秒か、ここで。うぅ、喋れん。うん、やっぱ基本スキルループするね。いや、ミスった。11が一瞬見えたけど、多分フィーバー抜けないんじゃないかな、これ。まあ、もうワンフィーバーあっても多分1万はいっでないで、これ。うん、9000だね。うわー、ギリ抜けたけど、タイミング合わんかったね。はい、9300。もうワンフィーバー入ってたとしても、ギリ1万乗ってないと思うね、あれは。はい。という感じで、まあ、使いやすさ的には断然ユキエルだね、コイン稼ぎ性能も。まあ、1万稼いだジオンと鏡と9300のユキエルだと、ジオンと鏡の方がよくは見えるけど、多分かかってる時間、プレイ時間がユキエルの方が短いので、あれ。時間効率でいくとユキエルの方が上ですね。今9300なので、1分効率でいくと多分この右側の表である3300あたり
になるんですけど、ジョンと鏡で1万取ってもね、3300にはならないはずだから。あ、前やったね、ジョンと鏡の12000枚取ると、やっと3400枚くらいなので、1万ちょっとだと3000乗るか乗らないか。とかそんなもんじゃないかな。というわけで9800万ダウンロード記念のおすすめはジョンの鏡と行方の女王エルサ、この2体もうこの2体取っといた方がいいね。ジョンの鏡まあどのスキルレベルでも強いのでとりあえず確保する余地はあるし、でユキエルも全体見てもトップ5くらいに入るコイン稼ぎ性能で、まあスキルループ基本的に消せればまあ3回大消去くらい消せればスキルループするし、まあ、スキルがすごい回りやすいので、で、コイン稼ぎ強い。ということで、まあ、取っとく価値は大いにあると思います。はい、ということで、今回の動画は終わりですね。まあ、他のツムに関しては特にはないかな。ジョンと鏡とユキエルしか言ってないですけど、あと大将ミッキーちょっと触れたぐらい。アリフラも別に強くはないし、まあ、使いやすいくらいだね。で、ハデスも微妙、ハートの女王も微妙、ジョキセンピートも微妙、キュートアナさ、うん、他全部微妙かな。うん、ユキエルのいいところはね、12種類のセレクトボックスに出てくるって点もいいよね。だいたい他の強いツム、シーバズとか、ジェダイ・ルーク、アナキン、ガストンとかって、お正月の26種類のセレクトボックスに出てくるから、ちょっとね、狙おうと思っても、やっぱコインが少ないとなかなか狙えないってこともあるので、その点12種類でやっぱ狙えるユキエルは非常にお求めやすいと思うんだけど。僕はめっちゃ推してるからね、ユキエル。ちなみに。今はシーバズがいるっていうのもあるんですけど、サブアカウントの方でコイン稼ぎをしてる時にずっとユキエル使ってたので、まあスキル6まで上げなくていいって点がやっぱでかかったから、4とか5でめっちゃ強い。ってなると、ずっとユキエル使ってましたね。で、まあ、ここ1年ぐらいは、シーバズも出てきたので、シーバズのスキル5を使って、サブアカウントもコイン稼いだりするんですけど、もうずっとユキエルだったので、ぜひぜひ皆さんも使ってください。はい、では終わります。ありがとうございました。バイバイ。